この先や次の週末も雨のところが多くなりそうですね。はい、梅雨前線が日本近辺、本州近辺にずっとこう停滞をするんですね。はい、まずは月曜日、九州大雨になりそうなんですけども、来週後半また梅雨前線が活発化してきそうです。はい、ちょっとこちらの方を見ていただきますとですね、これが今日の21時の状況で、この青い色がこれが雨のエリアなんですけども、まあ、梅雨前線だと思っていただければと思います。で、一旦こうね抜けた後、また4日5日梅雨前線が北上して、日本近辺を通過していくというような状況になって、一旦こうね前線が弱まるように見えるんですけども、木曜日以降、金曜日からこの辺りからなんですけども、再び梅雨前線の雨雲が活発化してくるということで、土曜日から日曜日にかけて日本海側を中心に強い雨を降らせる可能性っていうのが出てきたということになるんですね。はい、でこの図を、この絵をね、もうちょっと簡便な図にまとめてみるとこちらになるんですけども、8日土曜日、9日日曜日を見ていただきますと、梅雨前線が東西に広がって日本海側を中心に雨を降らせるような、まあ、そんな状況になってきそうなんですね。はい、ということで来週後半は、また雨になるんですけども、日本海側のエリアでかなり雨の量がまとまる可能性が高いというふうに思っていただければと思います。はい、雨への備えはしっかりと行っていただければと思います。この先のお天気についてもアプリウェザーニュースから詳しくご確認ください。